悪いものかと Go 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 ホワイトボディマッハゴー負けに魂親譲り走り出したがもう後には引けぬ行くぞ勝利のゴールまでマッハゴーゴーマッハゴーゴーみんな見てくれ底力運命に行ってワイドが燃える飛ばせ正義の歩めマッハゴーゴーマッハゴーゴーマッハゴーゴーゴジムクラークも顔負けだな。ゴー、俺たちは完全にアウトさ。参った参った。ゴーはもう立派なレーサーだ。いや、どうだ、会社のチームに入ってプロレーサーにならないか。うん、でもグランプリレースにだって出られんだぜ。ダメなんだ。親父が許してくれないよ。お前のお父さんは我が社の技師じゃないか。わしが頼めば理解してくれるさ。でも、ゴー、監督さんに任せろよ。監督さん、僕はどうしてもレーサーになりたいんだ。僕は本当にレーサーになりたいんです。君なら世界のレーサーたちと肩を並べる素質がありそうだ。くじけずに頑張るんだぞ。はい、お願いします。ゴー、このマッハ号に吹っ飛ばすんだ、世界中をな。さすが親父さんの設計だ、グッと生かすよな。うちの親父はこのマッハ号以上の素晴らしい性能があるエンジンを発明したんだ。ということを主眼に、私はこのエンジンを設計したのであります。エンジンに必要なのは馬力、馬力イコール回転。私の GOV12 エンジンは回転を3万回転まで上げることに成功しました。え、3万?素晴らしい。しかし一体どういう方法で?我が社の発展のために、私は
この GOV12 エンジンを製作することに。絶対反対である。 GOV12 エンジンの説明はこれからするんだ。説明なんかたくさんだ。何？説明しなくてどうしてわかるかってんだ。このわからずやめ。お分かりだ、このボケなすめ。何を？三船君、うん、はいはい。鬼村君、鬼村君も落ち着きなさい。しかし社長、私もこの会社の技師です。一言意見を言わせていただきます。三船技師の発明したエンジンは実際には役に立ちません。何？わしの設計図も見ないで何を言うか。そんなものは見る必要はない。理論は立派だが出来上がったエンジンはおもちゃにもならん。そんなものを作ったら我が社の恥になりますぞ。社長お願いです。まず第一号を試作してください。しかし一同の賛成がなければ試作はできんね。君のお遊びに会社が莫大な金を出せると思うかね。よろしい、もう頼む。誰がこんなところにいるもんか、アホらしい。好きなようにするがいいさ。当たり前かい。わし一人の力でエンジンを完成してみせるわ。しょうがないな、お父さんは喧嘩っ早くて。お前に似たんだ。あれ、それじゃあべこべだよ。親譲りってのはあるけど。鬼村のやつめ、ケチョンケチョンにけなしやがった。わしだって江戸くらいの監督ら。これで会社のチーム入りもおじゃんか。何？関係ない。だが待てよ、果たしてわしの研究は完全だったかな。自信を持ちなよ、自信を。いつものお父さんらしくないぜ。了解、その代わり何か思うのよ、ゴー。
カバンは無事だった。お礼にわしが持ってやるとどうだ。お呼びでない。嫌なおじさん。設計図が狙われたっていうことは、わしの発明がやっぱり価値があるっていうことじゃないか。そうだろう、母さん。そうですね。でも会社をお辞めになるってどうなさるおつもりですな、あなた。この家を改造して整備工場でもお始めになったらいかが。うん、グッドアイディア。お母さん行かすな。僕もうっと働くよ。よし、わしは GOV12 エンジンを完成させて世界中をあっと言わせてやるぞ。愉快愉快。でもその製作資金はどうなさるおつもりですの、あなた。あ、そうか。一生懸命お働きになったらきっとできますとも。そうさ、悲観することはないさ。そんな簡単にできてたまるかい。やっぱりダメか。うるさい。さくりおちゃん、お菓子あげますから泣くのおやめなさい。もう参った参った、もうバカモン。失敗したら済むと思うか。すみませんです。あの小僧恐ろしく強いやつで、それに空からとんでもない邪魔者が。うるさい、言い訳はたくさんだ。こんなチンピラじゃ役に立たねえと思っていたぜ。500万出してもらおうか。どうやら私の出番らしいな。何？500万だと？ああ、ちったは知られたブラック様だぜ。嫌ならよしてもいいんだぜ。三船大輔の設計図をわしの特許にすれば莫大な金が。よし、手を打とう。設計図は私に任せてもらいましょう。プロレーサーになるのは諦めよう。一生懸命働いて親父の製作資金を稼いでやらなきゃ。おはよう、サブ。やあ、ゴー。ゴー、生かすだろ。俺のお手製だぜ。うん。エンジンは V8、グッと強力なんだぜ。おい、どうしたんだよ、しけた顔してんな。サブ、僕の車を売ってくれよ。え？マッハ号かい？うん。バカだな、ゴー。いくら親父さんがプロレーサーになるのを反対したからって何も。そうじゃない、金が欲しいんだよ。金？おい、ゴー、水臭いぞ。訳を話してくれよ。うん、エンジンの製作資金がいるんだ。そうか、ゴーは親父思いだからな。わかるよ、その気持ち。決心したんだ、頼む。うん、しかしな。おい、ちょっとここを見てみろよ。剣山トライアルレース賞金500万円。すごい。やってみないか、ゴー。とんでもない。親父たちまちオーバーヒートだぜ。でもさ、マッハ号を売るよりはいいよ。よし、やるぞ。決まった。剣山は難コースだから、マッハ号をバッチリと整備しなきゃな。ま、俺に任しとけよ。頼むぜ、サブ。大丈夫さ。誰だ一体君は。ノックぐらいしたまえ。ああ、これは失礼。 GOV12 エンジンの設計図を売ってもらいたい。君は一体誰なんだ。アイアンブラック。代金はこれだがね。断る。よろしい。私は無駄口で時間を潰したくないんでね。勝手にいただくとするか。さあ、どこへ隠したんだ。出していただこうか。お、出直してくるぜ。誰？設計図を奪いに来たんだ。拳銃を持った物騒なやつだ。よし。あ、ゴー、放っておけ。
透明インクで風防ガラスに書き込んだとはお釈迦様でも気がつくまい。OK! やっと完成だ。レースに間に合わせるために馬力をかけたからな。さあ、会場テストだ。一丁飛ばすぞ。調子どう？今のラップは1分31秒2だ。すごい。リーさん言ってんじゃない？ドライバーがいいからね。おいおい、車の整備もいいと言ってもらいたいね。これならレースの優勝間違いなしさ。レース？いや、そのつまりね、どこのレースへ出てもバッチリってことさ。現像だな。現像？うん、レーサーの風上にも置けないやつさ。どこのレースでも汚い真似ばっかりしやがるんだ。あっ、おい、こら、抜けるか。あっ、危ない出らんないじゃないか、バカ。ふっ、鶴木山レースに出るつもりだったのか。面白い。サブ、あ、しまった。ゴー、その車じゃ俺に勝てないぞ。悔しかったら鶴木山で勝負だ。いいな。ゴー、鶴木山レースに出んのね。ああ、怒られる。バカ、親父には内緒だぜ。親父さんのエンジン資金稼ぎなんだよ、ゴーは。そう、オッケー。僕だって言わないさ。三平、お前も言わざるだぜ。さあ、できたぞ。よっしょ。オッケー。この大介式ベルトタイヤは砂漠でも山道でもスリップせずにスイスイと走れるんだ。すごいな。あ、いけねえ、風防ガラスがねえや。あ、そうか。夢中になりすぎて風防ガラスのことすっかり忘れてた。おい、急がないとレースに間に合わないぜ。仕方がない、風防なしで走ろう。無茶言うなよ、弱ったな。まあ、返すと切って、兄貴、はい。ああ、は、気が利くぜ、クリボー。冗談じゃない、これは親父んだぜ。気にしない、気にしない。親父のことは任すと切って。三船ですが。あ、お父ちゃん、ゴー兄ちゃんがちょっと風防ガラスを借りるって。そうか。なに？ゴーはどこだ？鶴木山レースに出るんだってさ。あい、しゃべっちゃった。バカボン。僕は気が短いね、まったく。とほほほ、せっかく透明インクで書いておいたのに壊れてしまったら全ては終わり。風防ガラスに設計図を隠すとはうまく考えたな。せがれの車と一緒にいただくぜ。こいつ撃って、今日のレースは俺のもんだ。500万円はいただきだ。うん、負けるもんか。おい、ゴー、頑張れよ。しみじみ強いよ、スリルが味わえるぞ。グリッドポジションを申し上げます。1位、ゼッケン2番、稲妻号、ドライバー酒井玄三君。2位、ゼッケン5番、マッハ号、ドライバー三船豪君。3位、ゼッケン3番、ロータス、ドライバー広瀬忠君。
会に来るほど言ってもわからんのか。大変なことになるんだぞバカモン。そう奪え。邪魔者は蹴散らせ。それ。邪魔が入ったようだな。大事な車が行かれちゃたまんねえ。大変なことになったぞ。どうぞ車を止めろ。命令に背くと命はないぞ。あ、お前は俺たちはその風防ガラスさえいただけばいいのだ。おとなしく渡すか、それとも地獄へ行くか。そうか、父さんは風防ガラスを設計する。取れるもんなら取ってみろ。小僧よく言った。ああ